いやハローこんにちはマジラジョギンですはいえー、現在ですね11月13日の土曜日午後5時4分ですねはいえー、今日うちの母は仕事に行っておりますんでね、えー、今舞妓さんちのまかないさん、えー、7話見終えまして累積にグッときましたさあ次はデイジーミーツガール7話いきたいと思いますでは自己紹介 はい、えー、僕の名はマジ大イ道芸人ハマーと言います。生、え、日、ー、に乗ってジャグリングをしながらハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技のお持ち主。はい、えー、この本の著者であり現在40歳、芸歴が15年目のマジシャン、大イ道芸人、パフォーマーをやってます。やればできる。諦めない。えー、これを伝えたくて、えー、会社員を辞め、主に子供たちの前で、えー、ショーをするパフォーマーに転身したんですけれども、えー、現在コロナの影響で去年の2月頃からほぼ無職状態、えー、貯金切り崩して生活しています。 めちゃめちゃ自粛してます。はい、その自粛中に、えー、アニメにハマりまして、えー、約1年7ヶ月で500作品ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、えー、今はアニメリアクターマジで真剣にやってます。 はい、えー、よかったらですね、僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなどなど全部書いてるんで、えー、説明文をね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。で、過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに、えー、作品別にまとめてます。ちょっと事情があって、ほとんど消えちゃってるんですけどね、えー、こちらもチェックしてみてください。そして来年の9月、どでかい発表があります。お楽しみに。それでは行きましょう。えー、デイジミーツがある7話、D アニメストアです。3、2、1、スタート。 補修やけん日が乾物店あ鈴木。<laughs> サブタイトの来た方言強って何言ってるか分からん 終わった確かこれ方言しよってギブ優子さんやったよな。そうやねギブ優子さん誕生日丸々一緒です。 はい、終了えちょっとあおばあ方言強すぎて何言うてるか分からんえっとはいちょっと荒らすじみます学校帰り祖母テルコの店に寄ったマイセすると偶然にも鈴木が店の前を取りかかるなんとなく気まずいマイセはとっさに隠れるが鈴木を見たテルコは謎めいたことをつぶやくなんか光っとるから難儀あ言ってたなそのあと全然聞き取られへんかった何言ってたあれちょっと沖縄弁強すぎひんおばあちゃんまあでもこれがリアルですよね 正味ねえー、まあとりあえず鈴木は何、えー、儀やとなんか光ってるからどうのこうので何ホテルに影響を及ぼすかな,なんだかそんなこと言ってたな及、えー、ぼさんかったらええけどみたいな多分そんなこと言ってたんでしょう何んやね鈴木は若手俳優じゃないんかいうん今週話進まんかったな <laughs> とりあえずおばあ出てきておばあの腰がグキってなった先で終わったみたいな感じやうん いつになったら謎が解けるんでしょうねこれは <laughs> まあまあまだ7話やもんね。はいってことで、えー、とりあえず鈴木がなんかキラキラ光るもんがあるというオバ、えーの <laughs> 情報のみ。ようわからんかったな今週。はい、デイジーミーツがある7話でした。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。はい、えー、僕はですね、えっと、去年の、えー、3月27日にね、えー、バルテーバーガーデンの10話。 のリアクション動画を投稿したことで、アニメリアクション初めて1年8ヶ月目ですけどね、えー、ちょっと著作権の警告をね、二、えー、度受けて、今は大量に動画を削除しましたねえね、えー、よかった10月5日と6日、今年のね、アーカイブ、ライブ配信のアーカイブ見てみてください。泣く泣く消してるんで、まあどん底を見ましたけども、今はね根性を入れ直して、また一からやり直してるんで、えー、ぜひともね、皆さん応援よろしくお願いいたします。えー、僕と一緒にアニメを共感してください。一緒に楽しんでいきましょう あれが興味あるねはい、えー、ということで、えー、マジ大どおりにハマでした、えー、どうもありがとうございましたそれでは